今週は東京キャラバン in 駒ン沢2021。こちらに注目します。この東京キャラバンはですね、2015年にスタートした多種多様なアーティストが文化混流混、ま、じり合うってことですね。はい。そして新しい表現を生み出す、ね。各地で開催されてきた旅する文化ムーブメントです。演出家の野田秀樹さんが総合監視を務めるも力の入った企画でございます。 17カ所目の開催となります東京キャラバンイン駒沢2021について2016年から何度か参加されている東京スカパラダイスオーケストラの谷中あちさんにお話を聞きました。はい、谷中さん2016年リオデジャネイロからですね、東北は仙台、そして六本木と参加されておりまして、まずはその時の 思い出や印象深かったことなどをお聞きしました。東京スカパラダイスオーケストラの柳中篤です。えー、東京キャラバンの方にですね、えー、スカパラで参加させていただいたんですけども、まずは、えー、2016年のリオデジャネイロ、えー、リオのオリンピックの時ですね、えー、あのスカパラ全員でブラジルに行ってですね、で、あのその時はですね、あの、リハーサルも見せながら一つの芝居を作っていくという面白い、 あの催しで,でそのリハーサルの間もこれってリハーサルなのか本番なのかっていうところであのお客さんが通り過ぎていくっていう不思議そうに見ていくリオっ子たちを尻目、えー、にですね自分たちは一生懸命やってたわけですけど、えー、そしてリオでジャネルをやってリオをやった後に東北、えー、仙台の方でもやらさせていただいて東北の時はですね吹奏楽の子どもたちとも一緒に演奏したりもしましたし。 日本全国のいろんなあの民族的なあの文化を、文化と一緒にですね、パフォーマンスをするっていうことはね、とっても面白くて、それが混ざっていくっていうかね、はい。リオでもですね、いろんな、あの、現地の、あの、いろんな方々、えー、と一緒にね、オーソリティの人たちとね、一緒にやったわけですけれども、そういうものと現代の 文化と伝統と、えー、混ぜていくというね、姿勢がすごく面白いなと思って。で、六本木で集大成をしたわけですけれども、六本木の集大成の時、宮沢りえさんもね、とっても印象的なお芝居をされてましたけれども、はい、とっても素晴らしい。まあ、六本木にはリオでの活躍したあの方々もいらっしゃったりとかしたんですけど、そういうのもね、とっても楽しかったです。野田秀樹さんのやっぱ演出っていうのはとっても、 抽象的な部分もすごいあるんですけど脚本を見せてもらった時に僕は詩のようだなと思ったんですよねあの本当に手書きであの紙に書いたものをコピーしてリオで現場で配ったりとかしたのが最初だったんですけどあのギリギリまでねやっぱ粘って野田さんを書いていらっしゃったんでそれ見せてもらった時にこれは詩のようだなと思ってあの映像詩っていうね映画を褒める時に映像詩っていう言葉がありますけど芝居における 詩人というね、立ち位置で野田秀樹さんやられてるのかなって自分は勝手に思いましたね。その野田秀樹さんのお芝居の世界に音楽で参加できたのはすごく幸せでした。いい体験重ねてますね。はい。うん。リオ、うん、東北仙台、六本木。うん、あのー、やっぱりね、あの、野田秀樹さんが、こうなんか、どういう演出をされてるのかっていうことが、 柳川さんの中でこう深まっていった感じっていうのはちょっと感じられましたね。そうですね。うん、さあ続いては駒沢で行われる今回の東京キャラバンについて楽しみにされていること、そしてリスナーへのメッセージもお伺いしました。ええー、なんといっても女優の松か子さんがいらっしゃるということである。 えー、大豆田十和子と,こと3人の元夫で僕はあの俳優として参加させていただいたわけですけれどもそのドラマの中でやった時に楽屋サイドで「東京キャラバン一緒ですね」って松坂子さんもおっしゃっててまたの楽しみにしてますみたいなことだったんですけれどもも、えー、ともと東京キャラバンでリオでやるっていう話のきっかけは松坂子さんに僕がお話を野田さんに紹介してもらうことから始まったので。 えー、松か子さんにつなげてもらったっていう部分があるわけなんですけれども、その松か子さんがついに東京キャラバンに、えー、登場するということはね、すごく嬉しいですね。はい。一緒になれるということは嬉しいですね。はい。もう何より楽しみにしています。そしてですね、えー、これはブラジルのリオデジャネイロでも一緒だった津村レイジ二郎さん。 はい、農学士の方ですけれども、えー、ご高齢なんですけど、とってもしなやかな動きで、尊敬に値する、本当に素晴らしい人格者の方で、はい、僕はもう、あんな人になれたらいいなって思うような方なんですけれども、津村ンジ郎さん、津村さんとは、スカパラで演奏しているところに、 踊りに来てもらったりとかですね。リオデジャネーノの時ですね。あと僕、フルートを独創で津村さんと絡ませてもらったりしたんですけどもね、それも素晴らしかったんで、ぜひ、あの、またそういうことをね、再現できればなと思っています。はい。楽しみにしてます。え僕ら、東京スカパラダイスオーケストラを思いっきりやらさせていただきたいと思います。はい。 ということで、東京スカパラダイスオーケストラ、谷中厚さん、お話を伺いました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、この東京キャラバン、やっぱりね、そういう伝統的なものと、最新、うん、現代的なものとを、こう、まあ、混ぜ合わせる、混流させるというところでの、試み。ねはい。ね、はいゲストも、本当にいこうかでございます。うん ねね、東京スカパラダイスオーケストラの他ですね、先ほどありました女優の松高子さん、農学士の津村玲二郎さん、人形劇士の沢則之さん、現代美術家の宇治野宗てるさん、さらに木村カエラさん、バルーンアーティストのデイジーバルーンさん、そして書道家の青柳美生さんの出演も追加発表となっております。はい。この方々が。はい。 一体どういう交わり方をするのかっていうのは、うん、まあまあ想像を超えてますよ。<laughs> はー<い>ノダーワールドに連れて行かれるわけですね。楽しみでございます。はい、ということで今日ご紹介しました東京キャラバンイン駒沢2021は8月21日土曜日と22日日曜日の午後1時から午後6時まで駒沢オリンピック公園総合運動場体育館で開催されます。 無料となっているんですけれども、事前の申し込みが必要です。はい。お申し込みは7月12日の月曜日までとなっています。公式ウェブサイトからお申し込みいただけるほかですね、7月12日必着であれば、おくは刃きでのご応募を受け付けているということで、応募者多数の場合は抽選となっています。また、8月22日日曜日のパフォーマンスは、公式ウェブサイトにて、インターネットライブ中継も予定しています。うん 詳しくは東京キャラバンの公式サイトをご覧ください。